小野沢さん、お忙しい中のメッセージ本当に恐縮です。ありがとうございます。まあ、これが小野沢さんのねすごいところだなというふうに、小野沢さんの力の一端を見せつけられたことになりました。また今度もね SNS 合宿、やっぱすごいですね。この SNS をやっぱり制するものはインターネットを制するかなと思いますよ。何を隠そう、私も Facebook の友達500人っていうね、なんとも弱々しいところから速稼塾の、まあ、宣伝を始めて、最初に50人ぐらいの、まあ、お客さんをねゲットしたということで、それが第一期になったわけですよ。速稼塾の第一期は50人ぐらいの方が、私の Facebook を見た方がですね来てくださったというところで、 YouTube ではなかったんですよね。で、そのサポートとして YouTube で動画のメッセージとか動画のキャプチャーとかをお送りして、まあ、最初のね塾生さんにはいろいろとサポートをさせていただきながら商品も動画で作っていったということなんですよね。まあ、そこから本格的に YouTube が始まったわけなんですから、だからあれから8年ぐらいですね、 YouTube 始めて。で、小野田さんはね、私が最初に出会っていろいろとこうやって見させてもらう中、そしてなんかね、この数年間の小野田さんの、まあ、育成っていうかね、振り返りを動画で見せていただいて、聞かせていただいて、あ、やっぱりそうだなと思うのが、小野田さんは、ね、とにかくね、変化し続けて進化し続けて、もう捨てることも大切にしているし、得ることも大切にしているというところなんですよね。まあ、小野田さんとは麻雀をやったこともあるんで、分かると思うんですけども、麻雀ってほら積もってきて手牌を作ることってすごく大事なんですけども、同じぐらい捨てることって大事じゃないですか。だって1枚持ってきたら1枚捨てないといけないっていうようなね、モーターっていうのがありますけども、そういう動作の中で捨てなかったら進まないんですよね。そればかりかターハイになってチョンボになるんで、持ちすぎるっていうのも良くないのかなと思うんですよ。そういう意味で言うと、小野田さんがカメラ転売ね、まあ今でも全然できると思いますけども、カメラ転売の世界からちょっと一線を置いていろんな方面に進んでいったっていうのは、私も同じようにやってるところがありますんで、確かになっていうふうに感じるところなんですよ。まあ、小野田さんが徹底的にカメラ転売をやったというのなら、私はアフィリエイトを徹底的にやったんですよね。もちろんこれ自己アフィリエイトのことではなくて、まあ言ってみれば本当のアフィリエイトっていうかな、ブログアフィリエイト、サイトアフィリエイトを私はサイトを1万個以上作って、そこから毎月200万300万と収益を上げながら、また新しいリストを取ったりとかして、1年間で、ね、2万リストっていうメルマガを私こうも一人で集めたんですね。で、この辺は私ね、本当にね、誇れるところなんですよ。小野田さんが日本で一番、なんですか、インタビュアーもしたし、カメラ転売も極めたと言っておられますけども、私も同じように、アフィリエイトをここまでね、やり込んだやつはいないだろうと思ってるんですよ。もちろん、一番かどうかっていうのはちょっとわかんないんですけども、やっぱりね、アフィリエイトのランキングでも私は1番になったことはないんで、まあ、せいぜい5番とかね、10番以内にずっと入り続けたっていうところで、まあ、そういえばそういう時も、あれですよね、オプトインアフィリエイトのランキングでも小野沢さんとなんか競ったりしてましたよね。いや、あれもう本当面白かったです。小野沢さんのおかげで続けられたっていうか、できたところもあるので、本当にね、ライバルというか、友というか、同士っていうのは、本当貴重な財産だなと、生涯の財産だなと思ってます。改めて本当、小野沢さんのご縁に、本当になんか頭が下がる思いでございます。で、カメラのことも言われてましたよね、そういえばね、動画の中で。やらない、売れないですよ。カメラの転売って、結局ね、私も2年間ぐらい、小野田さんのカメラスクールを買って、1年間ぐらいか、2年間って言い過ぎですよね。1年間ぐらい全くね、やってなかったんですよ。小野田さんのカメラスクール買っても。で、ある時小野田さんが広島に来て、私の麻雀店の中で、一緒に動画撮りましょうみたいな感じでね、雑談した時に、アフィリエイトはアクセスを稼ぐことが大事だというふうな話をしたんですよね。でもそれと同じぐらい、転売ってのはまずね、出品してみるっていうアクションがすごく大事だというふうに、なんかその時私ね、確認した覚えがあるんですよ。つまり出品の回数が少なければ売れる回数も少ないし儲けも少ないよと。だから出品をすることが全てのスタート、サイトアフィリエイトならサイトを作ることが全てのスタート、これが多分ね同じような意味だったと思うんですよ。で、改めてこうやって振り返ってみると、カメラ転売で儲けてる人とか腕が上がってる人っていうのはやっぱ回数がありますよね。かなりの回数、それこそ月間で100万円とかを仕入れたり200万円とか仕入れたりってもう当たり前ぐらいで、私もねカメラ転売のその仕入れツアーとかに同行したんですけども、仕入れ額がねやっぱ50万私持ってったんですけども、もう一発目でなくなったんですよ、最初の店で。
全然桁が違うと。仕入れ金額、それこそ2、300万持っていかないと、仕入れツアーではね、本気でやるんだったら全然仕入れられないみたいなことになっちゃって、まあ私もね、100万円ぐらい持っていかないといけないかなと、その時は感じたんですよ。もちろんね、その時、ちょっと、購買力のある人ばっかり関わっていたっていうのもあるんで、初心者の方とか、これから始める方は、カメラ1個とか2個から始めればいいと思うんですけども、まあね、やっぱり、量をやるっていうこと、そっからじゃないと何にも始まらないってことはね、カメラでも、アフィリエイトでも、FX でも、共通してることなんじゃないかなと思います。そういう意味で言うと、アフィリエイトも同じですよね。で、自己アフィリエイト止まりなんですよ、ほとんどの人は。言ってみれば、カメラ転売塾、買った止まりなんですよ。ね、私のところに一番来る相談も自己アフィリエイトの案件がありませんとかね、200円300円のやつでもやるんでしょうかみたいなね、他の ASP を紹介してくださいみたいなことがあるんですけども、いやそういうんじゃないんだよとね、そういうんじゃない、あのみんなの銀行っていうのも最近やりますけども、みんなこれ1000円はねゲットするんですよ、ありがとうございますみたいな感じで、で 2,3 週間して聞いてみたら増えたって言ったら全然ですとか言ってね、じゃあ紹介とかしてますかって言ったらしてないって言うんですよ。じゃあ増えるわけないじゃんって、最大で30万いくのに30万を目指して行動しなければ、それは1000円で止まっちゃうよ、ということなんですよね。だから最初の、アプリをダウンロードして、紹介コードを入れるところまでが自己アフィリエイトとするならば、アフィリエイトに移行する人がいないっていうので、私は本当にね、自己アフィリエイトはね、本当に何百人も教えてきたんですけども、アフィリエイトまで行った人ってのは本当数人ですよ。何なんだろうなと思いますよね。おそらくこのもどかしさってのは、カメラ転売で小野田さんが感じていらっしゃることと同じだと思いますよ。でも実際やればカメラ転売なんて利益が出るしかないと。で、少なくともね、カメラ転売で5万で仕入れました、で売れなかったんで4万5千円しますって言ってもマイナス5千円ぐらいで済むわけなんですよ、言ってみればね。だから恐れずにガンガンやればいいのに、あのアフィリエイトっていうのはあのやったけども利益が出ませんでしたとか、あの本当にくたびれ果てますよ、サイトをたくさん作って何もなかったら。で、自己アフィリエイトも、やったんだけども手詰まりになってどんどん金額、手間の割には金額が掘れなくなってくると嫌になってくるんですよ。それと似たような感覚で、カメラを出品したけども売れない、で値下げをしてなんとか売り切りました、損しました、儲かりません、このループに入っちゃう人が多いんですよね。違うんですよね、カメラ転売なんでこの価格で売れないの、値下げじゃなくて逆に5000円上乗せして売るような方法が思いつかない自分の工夫の脳にあるんですよね。だから上手に売ってる人の真似をしましょうとか、普通の価格で買ってきて高値で売る小野田さんの手法を真似ましょうっていうのが小野田さんの転売スクールなんですけども、やっぱり価格競争にね自ら入っていったりとか、朝早く限定品に並んで辛い思いして1個か2個ぐらいしか仕入れられなかったとか言ってね、労力の割には儲からない、要するに2時間3時間をまあ並んで待ってね、で1個のカメラ仕入れたですからね、利材がやっぱり5000円とかだったら合わないですよ。だからもっともっと儲けるためにカメラやってるわけですし、もっともっと儲けるためにそれこそ人生を丸裸で変えるぐらいに、思ってやってるのに、その儲かる方法を取らないわけですから、単純なもう目先のね、なんとかこなしていくみたいな感じに入っちゃうんで、儲かんないよねっていう風な焦りは小野田さんの気持ちよくわかります。私も同じでしたからね、アフィリエイトをやって何人もの人に教えたんだろうかって。でも全然 YouTube で展開もしないし、セミナー展開もしないし、かといって量産するわけでもないし、じゃあ何をやるんだと、何で儲けようと思ってるんだと、ネットでしょ、ネットビジネスで儲けるってことは情報発信業をするんでしょ、でも情報発信してないじゃないかと忙しくてできませんでしたですからね。今が忙しかったら明日はもっと忙しいよ、なぜなら人生の中で1日ってものが時間が減ってるわけですから、だから今日できなかったら明日はできないよみたいな、こんなね、結局マインドセットの力説になってきて、しかもこの話が面白いらしいんですよ。久保さんの話聞いてやる気になりましたとかね、カツを入れられましたとか言って、その時はドーピングで聞くんですけども、次の日になったらまたね、シュンとしてるんですよ。だからね、どこまで、ガミガミすればいいのかな、もしくは手綱を緩めればいいのかなとね、なんとって感じですよね。で、吉谷さんのコンテンツビジネスも、結局根性いるんですよね。人とつながり続けて一人一人丁寧に対応していくことでしか商品の販売っていうルートが引けませんから、それこそ動画を量産しただけで、ね、注文が入って売れましたってことはないですから、そこからアプローチがあっていろんな関わりをする中でワントゥーワン動画を撮ったりセミナーでご一緒したりで商品セールスのタイミングが来たりとかしてね、その時もしっかりとその現状困った人の悩みに寄り添って問題解決をもう繰り返し繰り返し繰り返して、最終的にじゃあもうここまでやってダメなんだったらこれを買ってくださいよみたいなことになるんですよね。で、その間にやっぱり 90% 以上の人は離脱しますから、
あの労を多くして実りなしっていう部分もあります。だから要するに商品単価も高くなるのは致し方がないかなと思いますけども、逆に単価が上がってもね売れるっていうのはやっぱすごいなと思いますよね。それ吉谷さんにはそういう高いものを売る力もあるし、で小野田さんもね仕入れたカメラをやっぱ高く売る力もあると思います。まあ、そう考えていくと私もね高いものを売る力ってのはそんなにないわけなんですよ。逆に私の販売商っていうのは安い方に触れてますからね。だから逆張りになってるかなと思います。私の場合は速稼塾は30年払いが OK だし、頭金3万円っていうのも交渉次第で買えることができますよって形でどんどん安売りにはなっていくんですよ。ただやっぱり一旦速稼塾に入っていただいて、速稼塾のカリキュラムで、自分の方向性が決まったら、そこではねがっつりと専門的な商品をこちらで作って販売させてもらいます。まあそういうふうに一人に対して一つの商品を私は作って売っていくってことを速稼塾の中ではやってますので、そういう人はねやっぱりこう実績をどんどん上げていくってことなんで、速稼塾に入っただけで実績を上げれる人ってのは相当センスがいい人ですよね。であと行動力がある人、なかなかそうはいかないんで、A さん B さん C さんという全く別のタイプの人が入ってくるわけですから、 A さんには A さんの商品、 B さんには B さんの商品、 C さんには C さんの商品っていうふうに、実は私も結構ね一人一人の商品を手間かけて作っているところあるんですよ。まあだから命中率が高いんですけどね。最近は生活保護の方がこの手法でどんどん稼げるようになってきて、私もねどんな方にも通用するんだなと確認したばかりなんで、まだやれてない方は本当にやってほしいなと思うんですよ。でちょっと話に戻しますと、小野田さんのことに話戻しますと、小野田さんはやっぱりねノリがいいんですよね。ノリがいいし、チャンスがやっぱ来るんですよ。ノリがいいからフィリピン行きましょうかっつったら、あ行きますよみたいな感じで動ける人ってどんだけいるかですよ。時間とお金に余裕があっても気が乗らなかったらその人は行かないわけですからね。じゃあ行きましょうかみたいに思える小野田さんっていうのが私のね目指す特質ですよね。私もね結構腰が重かったりとかになっちゃう方なんですよ。まあですんで小野田さんみたいなノリがいい人が私のね目標であり、本当にこう理想ですよね。そうなりたいなと思います。だから私自分で、あこのままじゃいけないなと、もうちょっとノリよくしていかないといけないなっていうふうに言い聞かせたりするんですよ。で小野里さんのようにノリがいい人っていうのはチャンスが来るし、そのチャンスに対して小野里さんは果敢にチャレンジする。この数年間もいつもチャレンジしましたよね。私はその姿をずっと見ていた。だから変化するんだと思うんですよ。人との付き合いも変化するし、まあ、評判も変化するしね、それからいろんな情報も変化していくということですよね。カジノビジネスにしてもレイナインにしてもね、それから何ですかファイルコインですか、いろいろ小野田さんから通じて情報を得て、私もそこにねいろいろと、まあ、試してみようかなっていう形で、資金を投じたりとかしてね、そこでいろいろと学ぶこともあったし、つながる人もいたしって感じで、結局ねそのコンテンツ自体で儲かる儲かんないっていうのはどっちかっていうと私にとってはおまけなんですよ。違う、コンテンツを買った人同士でつながるとかね、そこで得た、学びとか驚きとか自分の甘さとか自分の強みとかっていうのが一つ一つ財産になっていって、まあ、本当に思い出に残るようなね日々を過ごさせてもらってるかなってことです。まあこれはね資金的に余裕があるから言えるんだろうっていうふうに言われちゃうかもしれませんけども、そもそも資金の余裕がない人がやっちゃダメだろうと思いますよ。ここは余剰資金でやるっていうのをねみんな知ってるはずで、私も口酸っぱく言う。でも余剰資金じゃないものを突っ込んで泣き言を言ったりね、人を指さしてお前のせいだって言ったりするのはねちょっと違うんじゃないかなと思いますよね。だからここで改めてねこの動画見てる方にお話しますけども、ビジネスとか投資っていうのはまずはね自分が出費するんですよ。だってビジネスって最初に、私も店舗やってましたけど、最初にね1000万とか2000万突っ込むわけですよ。でそれで儲かるか儲かんないか分かんないんですよ。で私の場合は全部儲かんなかったですけどね、莫大な借金抱えますよ。従業員を雇いました。従業員って期待通りに働くかどうか分かりませんよ。でも来ていただいた方の中から採用するしかないので、もう採用しちゃいますよね。どっちかっていうと将来に期待して、でもまあその期待は大体裏切られるっていうかね、うまくいかないんですよ。なぜなら社員になったら社員の保証のもと結構ねのんびり働いちゃうんですよみんな。でこれは仕方がないなと、自分もサラリーマンの時に社会的保障があったらまあそこそこねクビにならないこといいことに買ってやらせてもらいましたから、仕方ないのかなと思います。最初から優秀な人ってのはそもそもサラリーマンとして雇ってくださいって来ないですから、だからやっぱねリスクコントロールに社に入るっていう時点で起業家精神っていうのは期待できない。だからこそ社内教育がものすごく重要なんだろうなと思いまして、私の場合は従業員を育てる才覚がなかったんで、社員さんにね本当に辛い思いさせたんじゃないかなと思いますね。でまあいろいろと
小野田さんがね、インタビュアーとして名前を売ってるところを私見ながら、すごくね、悔しいなと思ってたりしたんですよ。で、私も焦ってね、いろんなオーディションに、実はね、俳優のオーディション、エキストラのオーディションに、エントリーして、いろいろとこの YouTube で生かした演技力とかをね、生かしたってことを生かしてないんですけども、YouTube で培った能力がどのくらい通用するのかなと思ってね、まあ、エキストラにチャレンジしてオーディション受けたりとかしてたんですよね。まあ全敗ではあったんですけども、でも本当にね、本気でやるっていうのは、甘くないなって、この年になってまたね、改めて感じました。金があろうが、時間があろうが、もう新しいことに挑戦するのはみんな一緒です。何もそこに持ち込めないですから、本当そのまんま丸裸の自分で勝負するしかなくって、何の下駄も履かせられないですからね。はい。それでね、小沢さんのことをこうやって振り返ってみると、やっぱね、同じ気持ちでいることが結構多いんですよ。で、私が発信してるのってのは、特にここ5年ぐらいなんですけども、ロスジェネでもできるよと。私もそうでしたよ、ということ。で、中高年でもできるよと。私もそうでした。40過ぎてからですよ、みたいなね。で、借金付けでもできますよってことなんですよ。私も借金付けのまんま、ネットビジネス参加しましたから。で、さっきね、商売をするときには最初にマイナスを食らうって話しましたけども、ことネットビジネスにおいては、経費がかかんないんですよ。その代わり、アフィリエイトするにしても、YouTube するにしても、最初にものすごく労力がいきます。だから労力をかけるのか、金をかけるのか、ね。そして労力をかけた結果、くたびれ損になる可能性あるんですよ。労力かけたけど、リターンなしとかね。同じようにお金は突っ込んだけども、リターンなし。金だけ損したってこともあるんですよ。でもこっちの方は労力はかけなくて済みます。こっちの方はお金をかけないで済みます。どっちですかって話なんですよ。その2つの道しかないです。ね、簡単に言うと。だからどっちも損せずに何とかしようってみんな思うんですけども、そういう道はないんですよね。それだったらもう宝くじ買うしかないんですよ。宝くじなんて分の悪いものを買うしかないんですよね。だからそれはもうビジネスではないですからね。で、まあ私が言いたいのは、やってみようってことです。年齢があろうが、借金があろうが、モテなかろうが、家庭があろうがなかろうが、やってみようってことですよ。で、それ以外ないじゃないですか。やらずに何かが成功しますか？やらずに何かがつかめますかってことなんですよ。シンプルでしょ？やってみましょう。その結果、ダメだったとしたらどうするってことなんですけども、結果にビビるなんですよ。ダメをもうね、受け止めましょう、それは。自分のせいじゃないですか。自分の才覚じゃないですか。と思うんですよね。で、小野田さんもいろいろと、流れてトライする中でいろんな人との出会いとか別れとか利益とか損失とかさまざまなものをやっぱりね見てきた。でもそれはビジネスや投資だから当たり前だと思うんですよ。やることなすこと成功することはないし、やることなすことうまくいかないってこともない。結局どこかで誰かが利益を上げてるってことは自分にもそのチャンスがあるってことなんだろうなとやっぱね思いますよね。やってみなきゃ何もわからないし、やることによって信頼が生まれるっていうのを思うんですよ。とにかくやり続けてる、とにかく出続けてる、とにかく発信し続けてるところに私は信頼が生まれると思います。だって 2,3 回失敗して消えていく人ってどうやって信頼するんですか、ね、都合のいい時だけ出てきて都合が悪くなると退散しちゃう人どうやって信頼するんですか。状態が良くても悪くても奥歯噛みしめながらやっぱりね、前に出ていく。で、申し訳ないなって思いもあるけども、でもそれはね、ある意味ビジネスだと思って割り切れて毅然としていく、だから損した分弁償しろみたいな話は全然お門違いなんですよ。何かをすることを頼むことはないですからね、我々の方から。むしろ逆にその方法で自分でも儲かるでしょうかとか、自分にも参加させてもらえませんかって頼まれるのは小野田さんの方であり、まあ、ね、僭越ながら私の方でもあるわけですよ。で、それに対して私はダメです、あなたはダメですっていうことがないんで、いろいろと説明しながら、リスクも確認しながら、それからも決めるのはあなたですよっていうふうなね、ことで進んでくるのに、なぜか、やっぱりね、なんとなく結果っていうのは思わしくないことが押し付けられちゃいますよね。で、小野田さんもそうだと思いますけども、私もそうなんですけどもね、私もね、これからね、今まで以上にやっていこうと思います。俺はやると、誰よりも。アフィリエイトを誰よりもやったように、サイトを誰よりも作ったようにね、何もかも誰よりもやる。それがすごく大事なことなんじゃないかなと思いますよね。で、ちょっと話が戻るようなんですけども、まあ多くの人はやらないですね、やっぱりね。多くの人はやらないし、わからないことをわかるようにしようと思わないし、できないことをできるようにしようと思わない。なのになぜかね、金は突っ込むんですよ。だからね、ちょっと言葉は悪く、はっきり言うと、バカだなーって感じなんですよ、ここは。
でも止められないですからね。止めてもやりますからね。こっそりやる人もいますから。うん。でこれがどういうことかっていうと、面倒くさがってね、いろんなこと、さらに面倒な事態に陥ってる人がもう多いってことなんですよ。で私は面倒なことを避けずに何でもやってきたと。繰り返し繰り返しサイトを作る、繰り返し繰り返し YouTube をこうやって作るとかね、小野沢さんとのやり取りもこうやって繰り返し繰り返しやっていく、億万長者合宿のやり取りも全然やめないと。再生数が少なかろうが多かろうがそんなことじゃないと。自分が本当にやったのか、真摯に YouTube に向き合ったのか、自分の持てる力を言葉にして発信したのか、そして吉谷さんや小野田さん、その他の方の言葉を自分はねしっかりと受け止めて、それを咀嚼してさらにまた新しいね一歩に変えられたのかってことね、うん、だからそれはもう私はもう全部やってきたかなと思います。で泣き言には申し訳ないけども耳を貸せないです。限界があります。それは一言二言ならいいんですけども、もう泣き言を言っててもね何も進まないんですよ。で失敗は当たり前にあるんで、それをすぐに過去のことにして、まさにね未来に向かってトライしていかないと何にも始まらないです。やってみなきゃ分かんないわけですから。でやってみたら分かった、それでもう全てなんですよ。でなかなかね踏ん切りがつかない方にもちょっとねこれ繰り返し申し上げるんですけども、じゃあ何だったら我慢できるんですかということなんですよね。お金を放り投げて失うことだったら我慢できるんですかと、労力を繰り返しかけることに我慢できるんですかと、まあね何に我慢できるか人それぞれ違いますんで、投資にかける我慢ができるとかね、転売の手間の我慢ができるとかね、何の我慢もできないんだったらそれは何もできませんからね、うん、我慢せずに成功できる人もいますけども、それは超上級者だけなんで、そういう話をしてるわけではないんですが、まあ、何だったら我慢できるのかなってことをね、やっぱりねよくよく考えていかないといけないところはあるんじゃないかなと思いますね。うん、あとね何だろうな、希望があれば生きていけるって言葉はいいですね、小野崎さんね。確かにね、お亡くなりになる方ってもう希望がなくなっちゃうんですよ。例えば年を取ってね90歳100歳になりました、10年後20年後に向かって希望が持てる方ってなかなかいないと思うんですよ、まあ、次の10年もう次のオリンピック来る頃はいないかもしれないなっていうね、すでに数年後に自分がいないことを思ってしまうんですよね。だからこれが思考が現実化するの一部かなと思います、うん、だからといって何でもかんでもね荒唐無稽なことを考えておけばいいってものではありませんけども、やっぱり人間には希望が必要かなと思います。で今私ね小野田さん今フェラーリですかね、ベンツですかね、車ちょっとちらっと見えてるんですけども、ブラバスなのかなと思いますよね、バックシーン見るからに、まあ、ちょっとわかんないんですけども、私ね最近またねセルシオが欲しくなって今注文してるんですけども、29日に届くんですよ。だからこれもちっちゃな希望なんですよね。でセルシオ届くなと思ったら毎日ワクワクするんですよ、手元にないのに。だから手元にないのにワクワクするっていうのは、未来に対してワクワクするっていうのは、生きる時にプラスアルファのエネルギーをもらえるんで、だからね将来に楽しいことを設定する、嬉しいことを設定するっていうのは誰でもできるじゃないですか。だからこれはね、例えば1週間後にはどこどこで何々するぞとかね、焼肉行くぞとか新橋で飲むぞと思ったら楽しいから、なんかその日が来てないうちから楽しめますよね、すごくいいと思うんですよ。しかもその日が過ぎたら思い出に変わって3度楽しめるみたいなね、その前にも楽しめるし、ことを起こしてる時にも楽しめるし、その後も楽しめるしみたいな。だから小野田さんから動画が来て返信するじゃないですか。でこの動画上げたら、あ返信来るかもしれないなとかね、あ新橋でまたこの動画をネタに飲めるかなと思ったら楽しいですよね、もうね。だこういうふうな私たちロスゼネ世代に限らずなんですけども、未来に楽しいことを自分で勝手に設定してそこに向かっていくっていうのは、私はね全ての原動力になると思うんですよ、うん、で小野沢さんにねこう聞かれたことがあるんですよ、六本木ヒルズで。モチベーションが下がった時どうするんですかみたいなことをね私聞かれた覚えがあるんですよ。でその時になんかパッと答えてたんですけども、今ね何答えたかはあまり思い出せないんですよね。でも今思えるのは、とにかく人と会って話すことによってモチベーションは私も上がるしそっちの人も上がると、うん、だからモチベーションが下がったなと感じれば感じるほど、相談ごと受け付けますとか無料面談やりますとかっていう形でアプローチしていくと、大体何人かの方がね無料面談お願いしますってくるんで、その時になんか逆にあ頼ってもらえるんだなっていうふうなモチベーションが上がるから、私はねいつも思うんですけども、困った人からの相談ごとによって救われてるのは誰かなと、それはね紛れもなく私なんですよね。これを象徴した言葉が白い巨塔っていうドラマにあるんですよ。江口洋介さん扮する財前教授がですね、
財前教授じゃないよ、あの里見教助教授ですか、里見さんがね、あの大学病院、浪速病院を追われて、で近畿良好なんかなんとか病院とかっていうところにね、千成病院か、そういうところに紹介で勤務させてもらうことが決まった時に、あの言う言葉があるんですよ。あの私は患者を救っていたつもりだったけども、診察する場所を失って初めて分かったと。私は患者によって救われていたんだっていうふうな、今でもちょっと感動するフレーズなんですけども、私も結局ね、私のところに来てくださる方とか、私の動画を見て再生数1プラス1にしてくださる方とか、コメントを書いてくださる方によって本当に支えられてきたなと思いますよね。だから情報発信業ってもう天職ですよ。いろんな私の好き勝手なことを言うことによって、いろんな人がいろんな思いを持ってですね、でいろんな考え方を私に伝えてくれると、全てにおいて救われましたね。だからそれも私の希望なんですよ。動画を上げると誰かが見てくれるなとかね、どんなコメント来るかなってワクワクするんですよね。だから YouTube やめられません。私は金銭的にも時間的にももう心配がないと思います。まあ気は抜かないですけどね、何が起こるか分かんないんで。おそらく小野沢さんも吉田さんも同じでしょう。そんなに今日明日のお金に困ってどうこうってことはないと思うんですよ。まあ吉田さんはね、なんかね、月末の支払いがいつもあるとか言ってますけども、まあでも今のスキルが急に崩れることはないと思いますので、当面ね、自由な暮らしっていうのは壊れないと思うんですよ。で私も同じです。でもじゃあね、自分の暮らしは良くなった、私にとってみたら自分の家庭は守れるようになった、なのになんで未だにそんなことやってるんですか。まさにね、希望なんですよね。私が動画を作ることによってまた誰かがね、私にアプローチしてくれる、それが喜びなんですよ。いや嬉しいなと思いますよね。こんな目立たない存在の、一般人以下のもしかしたら存在ですけども、久保さん速稼塾の動画見ましたと、速稼塾っていうのはどうすればいいんですかとかね、私はこんな状況ですけども何かできることがありますか、生活保護ですと、体が動きません、半身不随です、何か私にもできることあるでしょうか、全員私はありますと答えられます。あります。だけどもあなたが何が我慢できるんですかってことが大事ですよね。その今の持てる全知全能を生かして、それこそ1分1秒刻んでいけとまでは言わないけども、ただ1点だけ我慢しましょうと。その1点だけの我慢を貫き通せられるんだったら、自分の希望は必ずつかめると。これはね、私はね、断言してお約束もできるんですよ。だけどもなかなかその1点っていうのが続かなかったり、いろんな状況に応じて気持ちが弱くなったりするんですよね。だからそこをやっぱり永遠の課題ですよね。どうやったらそのやる気ってものを維持させてあげれるのかどうかってことです。唯一私が思うのは、私がねやる気を失ってないところを見せていくことかなと。誰よりも行動して、誰よりも問題解決をして、誰よりも元気でいること、楽しくいること、どうだみたいな感じでね、この背中を見ろっていうところですよね。それは小野田さんの姿を見ても、吉田さんの姿を見ても、私が焚きつけられる部分でもありますし、私の行動によって小野里さんや、それから吉田さんにもね、何かしかの、はい、すいません。なんかね、電池切れちゃいましたね。長い間の話ですいません。そうやってね、なんかこう、焚きつけられればいいなっていうことを最後にお話したかったんですよ。すいません。動画が分かれちゃったんですけども、ほんのね、あと1分だけ喋れればよかったんですよ。ついてないですね、私もね。はい、私の場合は、こう、なりたい自分があります。ですんで、夢を叶えたいなら、自分の生活を本当にね、根っこから変えたいんだったら、まず自分がどんな風になりたいのかってことをぼんやりとでもいいから描いてみるといいんじゃないかなと思います。小野田さんはそういうのじゃなくて、なんかね、流れのままにっていう風に言われてましたけど、そういう生き方もあると思うんですが、多くの方は流れが来ないんですよ。だから自分で流れを起こしていかないといけないし、自分で多少未来は設定して、そこに強引に向かっていくしかないと思うんですよね。で、私たちにはもうね、失敗者も成功者も先人がいます。で、インターネットを通じて支えてくれる人がいます。特にこの動画をご覧になっている方、私もそうですけども、吉谷さんも小野田さんもあなたの味方ですよ。ですんでね、遠慮せずにアプローチしてみてください。私のところに来ても全然 OK ですし、小野田さんのところでも、吉谷さんのところでも、もちろん、なんかセールスは受けるかもしれません。でも、それはね、半分諦めてください。誰かをタダで使うっていう、そういうふうなね、形はないんですよ。ただ私たちはあなたからお金をもぎ取りたくてやってるわけではないんですよ。であなたに素晴らしい人生を歩んでほしい。自分がどん底で誰か引き上げてくんないかなっていうふうに探してた時期は確かにあります。私にも小野田さんにも
東能さんみたいな方がいらっしゃったと思いますし、そして吉田さんにも、まあ六本木ヒルズみたいな方がいたと思います。だからね、なんとかしてくれみたいなところに手を伸ばしたら掴んでくれる人がなかなかいなかったんですよ、今まで。でもインターネットのおかげでこうして少なくともあなたには3人の、ね、手を引っ張ってくれる人ができましたんで、もう無敵だと思いますよ。まあ私はね、まあともかくとして吉田さんもいて小野里さんもいれば、もうこの日本でビジネスで恐れるものは何もないですよ。それだけね、ちょっとお伝えして、これ小野里さんへのメッセージだったんですけども、小野里さん以外のここまでご覧になった方にもそこはね、お話しさせていただきたいと思いまして、ここまで動画の方作らせてもらいました。さあ、俺はやるぜ。小野里さん、 SNS のセミナーどうでした？またなんか面白いこと起きるんでしょうね。私は今日も田舎道を大和くんと遊びに行ってました。それだけです。はい、ということで、ね、本日もここまででございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。